皆さんこんにちは。動きのコツ研究所リハビリセンター理学療法士の西川和弘です。今回は日常生活でよく行う引き出しを開けたり扉を開けたりする動作についてのコツになります。今回は左半身が麻痺しているという設定でお話ししていきます。左側が麻痺してしまうと日常生活では良い方で引き出しを開けたり冷蔵庫の扉を開けたりされているかと思います。この時にチェックしていただきたいことがあります。それは何かと言いますと、引き出しを開けるこの動作の時に麻痺側の足はしっかり体重が乗ってるでしょうか。実は多くの方がこのように引き出しを開けようとするときには良い方の足に体重が乗っていることが多いんですね。このように動作をするときには麻痺側を使っていない方が非常に多い。そういうことであれば練習の時だけ麻痺側に乗せてて、生活になれば麻痺側を使わないことになってしまいます。それでは非常にもったいないですね。麻痺側を生活で使えなければ当然筋肉も働きませんし、しっかり支えることができなくなってしまいます。動きのコツのリハビリでは楽に感覚を気をつけながら動けるということが大事になります。今回の場合もただ動く練習をするのではなくて、麻痺側の感覚を気をつけないといけないんですね。じゃあどのように気をつけるかといいますと、立った状態で引き出しなどかがんだ時ですね、この時に麻痺側の足の裏がべったりと体重が乗せられてなければしっかりと預けることが難しいです。このように手が緊張したりとか足が不安定な方は足首がくねっと返りやすかったりしますよね。これでは足の裏が支えられずに引き出しを開けてしまうことにつながるんですね。ですのでまず今日は冷蔵庫や引き出しなどが近づいた時に麻痺側の足の裏をべったりと体重を預けてからですね、体重を預けてから体をかがんで引き出しを開けるような練習をしてみてください。普段は引き出しを開けた時には良い方に7割、麻痺側の方は3割とか体重の乗りが5割、5割ではないことが多いです。ですので今日の足の裏にべったりと体重を預けた上で5割5割にしてから引き出しに手を伸ばすような練習で生活の中で麻痺側を使うということを心がけてみてください。